本日使用するカメラはニコン F のブラックモデルです。このブラックモデルの F は1973年製の最終モデル。心地よいシャッター音、使用するフィルムはケントメアの400です。今回使用するレンズは 50mm の F に一番好きな組み合わせです。用意もできたので今日は見頃を迎えたヤマユリを撮りに行きます。まず最初に向かったのは日光市民憩いの場所、ダイヤ川公園。この公園は毎年ヤマユリがとても多く咲くことで有名です。車の窓を開けて走るとヤマユリの良い香りが車内まで漂ってきます。ヤマユリは主に日本に自生するユリの一種で、山間部や湿った場所に自生します。花は夏咲き、花の香りが非常に強いのが特徴です。今日は見ごろに来ることができました。多くの山ユリが咲いて良い香りが漂っています。涼しい森の中、キビタキの綺麗な声を聞きながら山ユリを撮影、贅沢な時間を過ごしています。場所を変えて町の中へ。二荒さんの風鈴祭りも始まって風鈴のいい音色が響いています。町の中も各所で多くのヤマユリが咲いています。ヤマユリ探しも楽しいです。多くの観光客がヤマユリを見に庭に入ってくると知人が笑いながら話していました。東町から西町、そして山内へ向かいました。改めてヤマユリを探しながら散策しているとたくさんのヤマユリを見つけることができました。山内は世界遺産で普段はとても混み合う場所ですが、早朝の涼しい時間帯に散策しているので人も少ないです。とても心地の良い散策ができました。使用したフィルムは3本、撮影枚数は100枚ほどでした。自宅に戻りすぐに現像作業に取り掛かります。ここからがもう一つのお楽しみ。さてちゃんと撮影できているでしょうか。現像が無事に終わったのでいよいよプリント作業に取り掛かります。現像後のフィルムを確認する瞬間はいつも心が高揚します。撮影と暗室作業の両方を楽しめるモノクロ写真という素晴らしい趣味。著名な写真家の作品を鑑賞するギャラリー巡りもとても楽しいです。
気に入った写真をよぎりサイズのバラ板紙に焼いています。最近は印画紙も高いので無駄のないように慎重に作業しています。今年もヤマユリの撮影を楽しむことができました。最後までご覧いただきありがとうございました。